ことのはラジオ。はい、始まりましたことのはラジオのお時間です。今日も皆さんに素敵なお話をお届けしたいと思います。ナビゲーターの松本流星と崎山ひよりと岡部まなみです。よろしくお願いします。ことのはラジオ何今の失礼いたしましたひよりもそういうことをやるようになりましたねどういうこれでみんな仲良くどんどんおかしくなっていくよタイトルコールでふざけるというエコーがね入ってるとねちょっとねふざけしたくなっちゃう、はい、あの本放送の方はねエコーで聞いてると思うんですけどアーカイブだとね私の変な声が乗ってしまうということですか。 YouTube で聞いてる方は多分エコーなしのね素の声が聞こえてると思うんですけど大変失礼いたしましたそれはそれでね楽しいけどねはい、ということで本日2月16日でございます、はい、バレンタイン過ぎましたね。はい、終わりました。皆さんはお疲れ様でした。ちゃんとお疲れ様でした。そうだね、特に女の子はね、お疲れ様でしたって言いたくなりますよね、ですね。作った方もね、買いに行った方もね、みんな大変ですよ、ね。いやでもなんか本当会社とかでこういう風習じゃないですけどなんか大変ですよね、そうだね。やっぱ好きでやっぱ普段お世話になってるから渡したいって人もいればやっぱ一人が渡しちゃうとちょっと渡した方がいいかなみたいな、ああ、ね、作っちゃうかなとかいろいろありそうですよね。なんかその本当に渡したくて渡すのは別にいいと思うんだけどさ、なんていうの、暗黙のルールじゃないけどさ、渡さないといけない感で渡さないといけないのは良くないなって思うよね。それはちょっと悲しいですね。さあ、そしてバレンタインね、なんかちなんでお話ししたいなってことだったんですけど、なんかねもらって嬉しいものとか自分だったらこれあげるとかこんなエピソードあるとかあります？まあでも僕はねもう毎年バレンタインデーもお菓子を作る人なので。おお、料理好き。そう、もうイベントですよね。そう、イベントごとはもう必ず作ってるから、おー、バレンタインもホワイトデーも、ハロウィンも、何でも作るんで。じゃあちょっとこっちはね収録のね関係上ねバレンタイン前ということになっちゃうので、先に何作るか今年ね予定を聞いてみたいですね。何作ろうかなって思ってて、例年だと大体あのアップルパイ、おバラの形の、あバラすごい可愛いやつだ、アップルパイか、まあ普通にチョコパイ、あいいですね、いいね、みたいな作ってるんだけど、なんかちょっと違ったものも作ってみたいなって思って。じゃあちょっとまた、そう、次の次ぐらいかな、また次の収録、そうだね、なるかもしれないけどね、楽しみだね、もしかしたらね何日か後にお知らせがねこれ作りましたって伝えれるかもしれないですね。楽しみに待っていきたいですね。まあお二人にもね、お機会があればお渡ししたいので。やった、なんかその、ね、気持ちだけで嬉しい、ね、嬉しい、その言ってこれもらえることが嬉しい、楽しみです。そうしようかな。やった。じゃあ、ね、ちょっと料理分野はねやっぱ流星さんにね喋、ね、ってもらいたかったから、いや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 、私と日和はもう軽く、なんだろう、私はねもらったら嬉しいっていうか、そのスコーンが好きシンプルに、いいね、シンプルなのが大好きよね。作るのも作りやすいじゃないですか、結構たくさん作れるし、私は結構スクーン、スコーン作るが混ざっちゃって今スコーン作るのもいただくのも嬉しいです。嬉しいよね。よりは何かある？私は作ることももちろんあるんですけど、それとは別にうちの家族毎年お父さんにあげるんですよ。お、素敵。で、お父さんすごいサッカーが好きなので、おサッカーボールの形のチョコを売ってるんじゃないですか。 あるね、あれを毎年添えてあげてます添えて、添えてって言ってよお父さんも喜ぶでしょう、嬉しいと思う。いいね、それぞれ、はい、かわいい、みんなが好きなものとかねあげられたら嬉しいですよ ね。そうだね、いいね。そんなねバレンタインのお話をした今週ですが、はい、はい、まさか、なんとついになんとバレンタインに関係するお話を、お話を読みます。やった、ありがとうございます。読みます。ありがとうございます。台本様様です。ついにね、
ちゃんと関係ある話をやらせていただくんですけども、やったー、来ました。今回読むお話2つございます。はい、1つ目、バレンタインデーの憂鬱。あれ、はい、そして2つ目、おじいちゃんの予言書。かわいい。なんか2つとも鍵谷元也さんの作品でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで読めます。ありがとうございます。はい、ということで早速いきましょう。バレンタインデーの憂鬱、おじいちゃんの予言書、2本続けてお聞きください。バレンタインデーの憂鬱、鍵谷元也。はあ、何ため息なんかついてるんだ。お前には聞こえないのか、悪魔のようなささやきが。悪魔？ねえねえ、今年はどうする？無難に買うかな。去年は手作りで失敗したし。うん、私もそうしようかな。ねえ、今週一緒に買いに行かない？いいよ。じゃあ土曜日に駅前集合しよっか。まさか。そう、そのまさかだ。くっそー、今年もまたあの悪魔のイベントがやってくるというのか。ああ、2月14日チョコレート業界による世界中の男たちに対する差別の日だ。俺、その日は学校休もうかな。いいのか。万が一もらえるという可能性もあるんだぞ、ギリチョコ。そのセリフ、かれこれもう4年以上聞いてるけど、もらったことあったか、ギリチョコでも。いや、まあ万が一だからな。1万年に1回なら生きてるうちは無理だな。くそー、もらえないと分かっていても休むのはなんか負けた気がして嫌だ。もらえなかった時点で負けだろう。ああ、商店街もバレンタイン一色かよ。まあなんだかんだ言って稼ぎ時だからな。くそー、彼女ができるまでは最悪なイベントだな。できるまでってできると思ってるのか。そりゃお前、今は人生80年の時代だぞ。1回くらいはできるだろ。おお、すごい長いスパンで考えてるんだな。けど80歳で彼女ができたとして嬉しいか。嬉しいだろ。嬉しいな。うん、俺の嫁、早く来てくれ。何、彼女からしれっとランクアップさせてんだよ。まあそりゃそうと、さっきいろいろ調べたんだが、そう悲観することもないみたいだぞ。どういうことだ。時代は変わってるってことだな。というと？最近さ、何かとハラスメントって言ってうるさいだろ。ああ、日々新しいハラスメントが生まれている気がするな。あれの一環でさ、ギリチョコを渡すという風習が消えかかってるらしいぞ。チョコハラだな。マジか。なんか最近だと自分へのご褒美にチョコを買うなんてこともあるらしい。あと何気に多いのが世話になった人にあげるって言うんだってさ。じゃあ周りはギリチョコでももらっているのに、俺たちだけもらえないっていう罰ゲームを受けなくてもいいのか。いや、大げさだろ。俺たち以外にも2人くらいいただろ、ギリチョコでももらえないやつ。とにかくもうあんな辛い思いはしなくて済むんだな。あ、その通りだ。おお、じゃあどうせなら俺たちでチョコの交換でもするか。いや、男同士でやるのはちょっとパス。うん、そうだな。田代くん、これチョコレート本命だよ。あの、稲岸くん、本命チョコもらってくれないかな。別にいつもお世話になってるからやるんだからな、勘違いするなよ。まあ本命ってやつでもいいけど。おい、なんだ、話違くね。ああ、いや、本命チョコを渡すのはなくなってないみたいだな。余計惨めだわ。バレンタインデーの憂鬱、鍵谷元也、朗読松本流星、崎山日和、ガベマナミ。
おじいちゃんの予言書、鍵谷元也。おじいちゃんはすごい人だった。何もないところから食品会社を起こし、一代で一流の企業まで育てた。いいかい和樹、おじいちゃんは未来が見えるんだ。だから先のことがわかるんだよ。子供の頃に聞いたおじいちゃんの話はとても面白かった。何度も会社のピンチを乗り切った時の話や、大きな損失を出した話、そしておばあちゃんと出会った時の話などをしてくれた。和樹、おじいちゃんはね、未来が見えると言ってもずっと先の未来しか見えないんだ。だから大きな選択を迫られた時は必死に一番いい方法を考えたものだよ。正解だった時もあれば間違いだったこともあった。だがおじいちゃんはずっと未来のことが分かっていたからね。未来は成功していると分かっていたから常に前を向いていられたんだ。確かに未来が分かっていれば、その前の小さな選択を間違ったとしても前向きに考えられるだろう。和樹、見てごらん、これがおじいちゃんの予言書だ。おじいちゃんが見せてくれたのは一冊のノートだった。そのノートにはだいたい5年ごとに予言のようなものが書かれていた。15歳で食品会社で下積みをする。そこで経営について学ぶ。20歳で会社を設立。25歳では会社は5倍の規模になっている。よし、こっちが会社の売上の表だよ。どうだい、合ってるだろう。見比べてみると少しの誤差はあったが、書かれていたことと内容は合っていた。今考えてみればいくらでも細工はできたと思う。数年前に書けばいくらでも予言書のようなノートは作れる。だけどおじいちゃんがそんなことをする理由もないし、そんな小細工をするような人じゃない。だからこれは本物だと信じることができた。和樹も自分の未来が知りたいかい？そうだな。よし、頑張って予言してみよう。ただおじいちゃんのものよりは当たらないかもしれないけどな。おじいちゃんに書いてもらった予言書、それは3年から5年ごとに書かれたものだった。おじいちゃんの予言書は変わっていて、僕のことを随分と質問された。学校の成績のこと、好きなこと、将来やりたいこと、いろいろなことを聞いた上でおじいちゃんは書いてくれたのだ。未来というのは無限に広がっている。だから通るだろう道の近くを見るんだ。和樹のことを聞かせてもらったのは、和樹がどの道を通るかを探しやすくするためなんだ。まあ、あまり深く考えなくていい。和樹、おじいちゃんはこの予言書が当たることは確実だと思っている。頑張りなさい。そう言って予言書のノートをもらった僕は、何度も何度も読み返した。未来の自分を想像して。和樹、お前はきっとすごい人物になる。この予言書よりもずっとすごい人間になるかもな。正直に言ってプレッシャーだった。おじいちゃんが言うような人間になれるとは到底思えなかった。でもおじいちゃんが予言してくれた通りになれるように努力をした。おじいちゃんがそう予言してくれたのだから、そうなれると信じて。和樹、どうだい、おじいちゃんがした予言は当たったかい？祖父が病気になり病院に入院して数年が経った頃、定期的にお見舞いに行った時のことだった。今まではあまり触れられてなかった予言のことを聞いてきた。多少は予言よりも成果は少なかったが、
おおむね当たっていた。そうか。いや、いいんだ。途中経過は多少外れていても構わない。大丈夫。最後は必ず当たるさ。大丈夫。しっかりやりなさい。それがおじいちゃんと言葉を交わした最後の日だった。そしておじいちゃんは最後に一冊のノートを僕に残してくれた。そのノートにはこう書かれていた。すまんな、和樹。おじいちゃんは未来を見ることなんてできない。でもね、未来を信じることはできたんだ。あの予言書は叶ったのではなく、無理やり自分で叶えたというわけだ。和樹、お前はあの予言書のような人にはなれそうにないと言っていたが、私の予言書通りに努力しているお前ならきっとなれると信じているよ。そう、私には見えたんだ、未来のお前の立派な姿がな。おじいちゃんの予言書は予定書、計画書だったというわけだ。でも僕はおじいちゃんを信じてる。そして僕はこれからも前を見て進んでいく。おじいちゃんがくれたこの予言書を予言書として完成させるために。おじいちゃんの予言書、鍵谷元也。朗読、松本流星。ガベマナミ。バレンタインデーの憂鬱、おじいちゃんの予言書、2本続けてお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。そういうバレンタインデーいやー、でもちょっとなんか体験してみたいかも。ん？何を？意外と今もというか、そんなにどっちからあげるとかはないですけど、うん、結構日本だとやっぱり女の子が男の子にあげるっていう習じゃないですか、うん、私も男の子側になってみたいかも。ちょっとドキドキしない？ちょっともらえるかな、もらえるのか、もらえないかなみたいな。ちょっと良くない？なんか仲いいさ女の子の友達とかさ、ちょっと最近仲良くなったなって見て、うん、あ、そういえばバレンタイン近いなそわそわ感青春だ、青春したいいいなちょっと憧れ。確かに ね、 ね、待ってる方ってどういう感じなんだろう ね、 ね、ちょ、そわそわよね。とりあえず机の中手入れるじゃん一旦ね。あと下駄箱もまた下駄箱下駄箱の学校あるかな今。どうなんだろうね。下駄箱入れにくくないですか。外履きですよ気持ち的にちょっとね、二重放送ぐらいにする、私多分気持ち的にどうなんだろう、ね、どうですか、待ってる側の気持ち、どっちがいいんだろう、体験するとしたら。でも僕は別にもらうっていうことは今までなかったので。渡してる方ですよね、はい、一緒ですね。渡すことが多いんで、うん、あんま待ってる側の気持ちになったことはないですけどまあそわそわはしてるんじゃないですか確かに待つのが嫌なら渡せばいいじゃないっていう。おお、うん、あの、強制イベントだよ。そう来るから来るからそれもそれで怖いな。ホワイトで強制参加はちょっといいですね、バレンタインの憂鬱。皆さんはね、なんかいいバレンタインデーを過ごしてくれてたら嬉しいんですけど。さあ、そしておじいちゃんの予言書。はい、おじいちゃんいいよねこれ。確かに、まあ、か実行したら予言書だもんね。そうね。でもさ、なんか実際にさ、このなんていうの、このやることリストとかさ、うん、なんかあるじゃん。あります。この毎年目標を決めるとか、なんかそういうのに近いことなんだろうねっていう。うん、それをなんていうの、もっと長いスパンっていうかさ、うん、長い期間のそのやることリストみたいなのを作っておくっ
でそれにひたむきに実行するっていうのはなんかこのうちらの生活にも通ずるもんあるんじゃないかなって、うん、ちょうどね年明けでね、うん、2023年この予言書作りたいよね。ねえ、やる？5年後ごとの5年って結構すごいですよね。5年もう30手前なかなか想像つかないね。でもなんかあっという間ね。5年後ってもう30超えてんだけど。おお、未成人未成人でもなんかね考えとかないとあっという間だよね。ね、ね、みんな言うよね。あ、怖い。一生に10代がいいよ。いやだよ。きっと楽しいよ。うん、楽しい。5年後もね、ね、30も楽しいよ。ね、5年後も楽しい自分だっていう楽しい人生を歩みたい。ね、そのための予言書よ。そう。なんだろう。いいこと言うね。おじいちゃんが言ってました。おじいちゃん。おじいちゃん出てきた今。ちょっとね、そういうのも計画したいですな。いいっすね。いいんじゃない？なんか今度みんなで考え。ことの原城で。予言書会。予言書会。予言書会。すごいですね。まずは1年。そうだね。1月、2月、3月ってこう年明けで、うん、なんか挑戦の年って感じしますよね。そうじゃん。せっかくさこの新年一発目にさ目標立てたじゃん。はい。はい、僕健康とかさなんか立てたじゃん。はい、来週さじゃあその話しようよ。いいですね。どれくらいこの予言書の話にも通ずると思うからさ。いいですね。今年の計画について話し合って。どんくらいなんか何を始めたとかさ、なんかあるならそういう話してもいいと思うし。うん、一つでもいいですし、三つぐらいあってもいいですよね。大きい目標。そうだね。うん、ざっくりでもいいからあるとね、うん、やりやすいよね。あると思うから、また改めてね今年の目標の話。その新年に立てた目標の話だったり、また新しく目標を立てるならそれもいいと思うし、はい、なんかそういうのをやってみない？来週やってみない？来週やりましょう。吹き替えみたいですね。吹き替え急にね、急に吹き替えのテンション、ね、やってみない？来週これキリッてし僕からの提案どうその喋り方嫌ですけどどうちょっとアルファベット風なのやめてほしいDO ってこと？ DO ぞ、DO ってこと？ DO いやだ、まあ、でも話し合いはしたいですね。そうですね。目標な、はいはい、何がいいかな考えておこう。そうだね、うん、ということでね、なんか皆さんもじゃあよかったら来週ねまた僕たちと一緒に改めて自分の目標だったり、はい、計画みたいなのを考える時間にしてみてはいかがでしょうか。頑張りましょう、はいはい、一緒に一週間とりあえずみんなで頑張っていきましょう。えいえいおーえいえいおはい、ということでね、もうそろそろ時間なので今週終わりたいと思います。はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。来週もまた素敵なお話お届けしたいと思いますので、よかったら遊びに来てください。あと目標も考えてきてください。先生宿題ですそれでは皆さんまた会いましょう。今日も一日お疲れ様でした。えいえいおえいえいおー